2022年新年明けましておめでとうございます。雪が積もるスイスから新年一発目、おすすめ在宅ワークの動画を配信していきます。今日は資金0円から始めることができる副業を6つご紹介します。私はスイス移住資金を在宅ワークのみで貯めたんですけれども、今日ご紹介する6つの副業はほとんど私が試したことのあるものです。新年明け、今年は何か新しいことに挑戦したい、在宅で稼ぎたいとお考えの方はぜひ参考にしてみてくださいね。今年もたくさんの在宅ワークの情報を配信していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ただで稼げる副業、一つ目はアンケートサイトです。アンケートサイトはたくさんあるんですが、できるアンケートの種類で選ぶといいですね。手軽にコツコツから始めるならウェブアンケートで、報酬は数十円から数百円程度で、隙間時間に簡単にできます。でトレンド好きな方は新商品が試せる商品モニターもいいですよね。でモニターだと謝礼が図書券だったりしたこともあったんですが、数千円の案件もあります。案件の報酬が数千円から1万円以上と高いものは、座談会とか覆面調査など実際に外に出て足を運ぶ必要があるものです。ただ案件の数としてはやっぱり少なくなってしまうので、狙い目の案件は逃さずに応募するのが大切ですね。リサーチパネルやインフォQが、人気のアンケートサイトなんですけれども、私はマクロミルをよく使ってました。でアンケート、モニター、座談会、全てあるのがいいんですね。ただで稼げる副業、2つ目は自己アフィリエイトです。ブログやサイトをすでに持っている方であれば、アフィリエイトサイトに登録して広告収入を得るということもできるんですが、単純に広告を貼れば稼げるというものでもないところが難しいところなんです。ですが自己アフィリエイトであれば誰でもほぼ確実に利益を出すことができます。方法はシンプルで、アフィリエイトサイトに登録して広告が出ているサービスを利用し、で広告のキックバックの収入をそのまま自分にもらうという方法なんですが、裏技でも何でもなく、これは公式に報酬がもらえる方法になります。この自己アフィリエイトにおすすめのサイトが A8 ネットです。ここにあるセルフバックのページが自己アフィリエイトの案件になります。登録して例えば永年無料のクレジットカードを作ったり、サービスの無料体験を受けたりするだけで報酬を得ることができます。 FX 無料講座解説などになると、一つの案件で数万円というようなものもあるので、ご存知のない方はぜひチェックしてみてください。A8 ネットの登録用 URL をこの動画の下の概要欄にも貼り付けておきますね。ただで稼げる副業、3つ目はクラウドソーシングです。クラウドソーシングという言葉を聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれませんが、家で隙間時間にデータ入力などの仕事をするなら、このクラウドソーシングが一番です。登録して仕事に応募して仕事を受注できるプロジェクト型のお仕事と、その場ですぐに仕事ができるタスク型のお仕事があります。タスクは数円から数百円と単価が低いんですが、プロジェクトになると数千円、数万円の仕事もあります。誰でもできる仕事となると単価は低くなりがちなんですが、例えば専門的な記事を書くライティングの仕事とか、 YouTube の動画編集とかができれば高単価の仕事の受注も狙うことができますね。私はちなみにクラウドソーシングのライティングで月に20万円稼いだことがあります。他にも様々なお仕事がありますので、気になる方は一度チェックしてみてくださいね。ただで稼げる副業、4つ目はアプリレビューです。最近注目されているお小遣い稼ぎがこのアプリレビューなんですが、リリース前またはリリース直後のスマホアプリを試してみてレビューを書くというお仕事です。報酬単価は低く、一記事100円ほどなので大きく稼ぐというのは難しいんですが、試すアプリは最新のゲームアプリだったり人気のアプリだったりするので、流行りに敏感な方やスマホのアプリが好きな方は楽しくできるお仕事かもしれません。ただで稼げる副業、5つ目はストックフォトサービスです。これは自分が撮った写真を世界中に販売できるサービスです。これは事前審査があることが多いんですが、審査に通れば誰でも写真をアップロードすることができて、で趣味で撮った写真が企業のホームページとか広告で使われたりする可能性もあるので面白いですよね。
ストックフォトサービスは独占契約を結んで報酬を少し高めに設定することも可能ですし、結ばずに複数のストックフォトサービスに写真を出していくこともできます。大手のサービスでいうとピクスタやシャッターストックなどがあります。無料で利用できる上、ダウンロードされた回数に応じて報酬が入ってくる仕組みなので、リスクなく始められるのがいいところですよね。ただで稼げる副業6つ目はメルカリ物販です。メルカリとは言いましたが、もちろんラクマやペイペイフリマなども含み、今ネット販売で大きな販路の一つともなっているのがこのフリマアプリです。フリマアプリを使われたことがない方は、自分には売れるものなんてないと思われている方が多いんですが、あなたにはゴミでしかないものでも驚く価格で売れることがあるのがこのフリマアプリです。メルカリはその代表格なんですね。リサイクルショップにまとめて不要品を持ち込まれる方がいらっしゃいますが、もうこれはメルカリユーザーの私からすると本当にもったいない話です。メルカリで売ったらきっとその何倍、もしかしたら何十倍なんてことになることもあるかもしれません。古着だけでなく日用品、家具、家電、本、おもちゃ、さらにはトイレットペーパーの芯やペットボトルの蓋まで、こんなものまで売れてしまうから驚きです。売るものがないと思ってメルカリを考えたことがなかった方は、ぜひこの機会に試してみてください。さらに不要品だけではなく、仕入れをしてメルカリで販売すれば副業以上の収入を目指していくことも十分可能になります。仕入れというとハードルが高く聞こえるかもしれませんが、初心者向けのリスクが少ない仕入れもたくさんありますので、気になる方は私の LINE アットにメルカリ物販と合言葉をくださいね。私の LINE アットではスイス移住資金を貯めた在宅ワークに関する有益な情報を無料配信しております。どんな在宅ワークが合っているかわからないとお考えの方のために、在宅ワーク適性診断シートを無料プレゼントしておりますので、こちらからお気軽に友達登録してみてくださいね。 YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に、海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。2022年、今年が皆さんにとって良い1年となりますように、今年もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。